今シーズン1試合ぐらいあるかもしれませんけど、はい、必ず点が入るゲームですからね。そうですね、1試合だけかな、はい、1戦0-0だけですかね、組織として持ってるんですが、1ポイントでも上にいるから積むだけ意味があるわけですよね。いやもう本当その通りです ね、はい、ここからはもう得失点差も含めてですけど、勝ち点1を積み上げていくことがやっぱり最終的に残り試合を余裕を持って戦うというところ、あと、はい、残留争いを目的にしてたわけじゃないっていうのは本当にまさにそうなんで、そうですね、はい、ただ今の現状からすると残念なね、まあ、しょうがないですよね、そこを意識せざるを得ないですからね、はい、もっと上を高みを目指してやっぱやっていきたいっていう思いはやっぱり